はいどうも皆さんこんにちは、ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画ではのんびりスローライフについてお話ししていきたいと思います。僕自身はこののんびりスローライフっていう生き方を目指していて、のんびり人生も楽しんでいきたいなっていうふうに思っているんですね。なので忙しいのが好きじゃないんですよ。忙しいと心に余裕ができなくなってくるし、イライラするし、肉体的にも非常に疲れるからです。そうなってくると普段の行動や作業が雑になっていくので、結果も出にくくなるし、忙しい日々のストレスで浪費も増えていくんですよね。なので僕自身はのんびりスローライフっていう生き方を目指していて、まあそれでもどうしても忙しくなってしまう日はあるんですけど、できる限り余裕を作って一つ一つの行動や作業を丁寧にやることを心がけています。そして物だけではなくて、人間関係だったりとか仕事だったり買い物だったり、無駄なことだったり余計なことっていうのをどんどん減らしていったりとか、できるだけ効率的になるように工夫したりもしています。まだ完璧とは言えないですけども、忙しかった日々と比べてかなり精神的にも肉体的にも負担が減ったし、ストレスもかなり減ったと思います。あと忙しすぎると考える力だったり判断力も落ちていくので、昔は失敗することもよくあったんですけど、今ではそれも少なくなりました。なので日々の行動やスケジュールをシンプルにして、余白を作り丁寧に暮らすことによって、精神的にも肉体的にも負担も減っていくし、ストレスも減っていくし、心の状態も良くなっていくと思います。なので普段ちょっと忙しいなと思われる方は、行動やスケジュールに余白を作って一つ一つの行動や作業を丁寧にやるようにしてみてください。そして自分の好きなことややりたいことをやりながら、人生をのんびり楽しむのんびりスローライフっていうのを実践していただけると、人生も充実すると思うし、心も豊かになると思うし、ストレスも減っていくし、肉体的にも精神的にもかなり負担は減っていくと思うので、ぜひね、興味のある方は実践してもらえたらと思います。はい、ということで、まあ、今回の動画はちょっと短いですけども、これで終わりにしたいと思います。もしね、今回の動画がちょっとでも参考になりました、良かったよと思われた方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。